どうもつぶらです。私の家ですね、日当たりが悪くて自撮りとかしても漏れない時とかがあるんですよ。で、家の中の壁の一面を自撮りとか立って動画とか撮るために壁紙って言ったらいいのか分かんないんですけど、そんなやつで今から貼っていこうと思います。アマゾンさん、いつもお世話になっております。ということで、じゃじゃん、見えんな、じゃじゃん、壁です。開封の儀、はい、開けてみました。こんな感じです。レンガっぽい、こっちじゃない、後ろがシールになってて貼っていくタイプのやつですね。これをこんな感じで貼っていこうと思います。なんかそのままの壁だと、写真とか撮った時に、テレビをカメラで撮った時に画面がガサガサってなるじゃないですか。あんな感じに映るんですよ。だからちょっとこれでどうにかならないかなと思って貼っていこうと思います。多分漏れると思う。早速貼っていきます。こんな感じで剥がれますね。シールになってるんで、思ったより、頼んでて想像してたよりでかい気がする。うわ、A型の血が騒ぐ。1枚目、おお、すげえ、全然違う、明るさが違う、桁違い。ちょっと貼ってみただけなのに、ほら、どんどん貼っていきます。すごい。ちょっとここから、ここまでの部分は切らなきゃいけないので、それ以外を全部貼っていきます。よし。これのペタペタなっとる部分が足の裏にくっついて、ゴミを吸着しとる気がする。足の裏絶対汚い。まあ上の方はあんまり映らんし、ちょっとずれてもいいか、まあ、そんなにずれてないんだけど。で、あと隙間を貼っていくので切っていきます。で、こっから上を切って貼っていきます。2枚切れました。よっしゃ、貼るか。よし、残りの部分貼っていきます。はい、ということで全部貼り終わりました。疲れた。あ、だいぶ明るくなったな。多分ね、元の壁の色がちょっとグレーがかってるから部屋が暗く見えてたんですけど、真っ白の壁紙を貼ってみたんですけど、いい感じでは、レフ板代わりにもなるし。見て、最初、せっかく爪綺麗に塗ったのに、爪のところにベタベタの部分がついた。せっかく昨日塗ったのに。ちょっと一回自撮りしてみます。この壁で、すごい漏れる。自撮りもめちゃめちゃ漏れました。いいな。ちょっと時間、2時間ぐらいか、1時間ぐらいかかったんですけど、貼ってよかったです。イエーイ。これでね、立って撮影とかもできるし、普通に写真撮ったりもできるようになったんで、この家の可能性が広がりました。はい、ということで今日の動画は以上です。この動画がもしよかったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。